元関脇豊ノ島の井筒親方は現在39歳、3年前に現役を引退し親方としての活動を始めたばかりでしたが、昨日日本相撲協会に退職届を提出しタレントへの転身を発表しました。故郷宿毛市で暮らす父親の梶原和臣さんのもとには昨日本人からメールで報告があったといいます。急にこうずっと話がずっとこうタレントというね、あれに行くとは思わなかったですね。そういう話ちらっとあったですけど、まさかすぐ行くとは思わなかったですね。本人のね人生やけん、そんなとこ行ったらいいですよね。はい。SNS では早速仕事を募集。タレント豊ノ島としてここからさまざまなお仕事に挑戦させていただきたいと思います。メディア出演、イベント出演、講演などご依頼ありましたらご連絡ください、という手書きのメッセージとプロフィール写真が掲載されています。小さい時にこう周囲の人と話したりとか、周りを笑わせるような子でしたか？それはずば抜けてましたね。お部屋から見てもね、もうとんちの聞いたことばっかり言うしね。ただ親としては複雑な思いも。タレントとして売れてくれるのは妙に親も寂しいような気もしますしね。また相撲とは別の世界ですもんね。そうやけど、なんとか生活さえしていければね、上等じゃないかと思いますけどね。新たな世界に踏み出した豊ノ島、今後は個人事務所を立ち上げ芸能界の横綱を目指すということです。